さあもうすぐ始まるぞ、盛り上がっていこうね。会場のみんなで一緒にスタートって言ったら始まりますよ。いくよ、せーの、スタート。皆さんこんにちは。こんにちは。さあ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 ね。本編始まりました。またねちょっと元気出してみんなでね盛り上げて、うん、いい楽しい時間を過ごせたらと思ってます、はい。皆さんで盛り上がっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。改めて、はい、自己紹介お願いします。私今回の MC を務めさせるジャジャン菊池です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ジャジャンです。よろしくお願いします。こんな隠し持ってるんですね。さあそしてですね、はい、U-FES ゲームス大阪、はい、そして新潟に続いてこの東京でも実況を担当させていただきますアナウンサーの柴田と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい声援ですね。いやすいません、そんなそんな。いや柴田コールもらいます一発。柴田じゃないですからね。柴田さん、なんなんですよ。柴田コールは一発。すいません、ありがとうございます。せーので柴田でいきましょうか。でなんせーのしありがとうございます。すいません、本当にマジで照れてません。ちょっと本当に申し訳ないなと思って嬉しいですね。すいません、ありがとうございます。元気でありがとうございます。行きましょう、行きましょう。元気よくね、この元気で皆さんよろしくお願いしますね。さあ今回の U-FES ではですね、はい、仲間に会いに行くをテーマに全国各地を回っているんですけれども、はい、今回ゲームス、はい、今日でですね3つ目の会場となります。東京の皆さんお元気ですか。イエーイ。基本的になんかこう問いかけたらイエーイで返していただけるとありがたいです。もうとりあえずイエーイイエーイよろしくお願いします。そして、まあ、ゲームスですんでいいプレーなどもあったら拍手よろしくお願いします、はい、拍手の練習もしてきますか。拍手いきましょう、ね、はい、じゃあ拍手、拍手、ありがとうございます。もっと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 いいね、いいよ、素晴らしい素晴らしい。Qのその対応力いいよ。最高ですね。完璧ですね。さあそれではお墨付きをいただいたところで、はい、いよいよクリエイターの皆さん、はい、お呼びいたしましょうか。皆さんもね、大声援でちょっとお迎えしていただけたらと思います、よろしくお願いします。お願いします。ではクリエイターの皆さんどうぞステージへ。さあ皆さん拍手声援でお迎えください。さあ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 皆さんにいただきました。さあ皆さんお手振りをお願いします。お手振りをお手振りの方をお願いします。さあ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 お手振りをお願いします。笑顔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 名前呼んで名前。ああすごいみんな素晴らしい、わからない、すごいすごい、皆さんへの声援ですよ。ありがとうございますね。さあ笑顔笑顔。さあ改めましてですね、今回の U-FES ゲームスはですね、はい、RPG の世界観でこちらがミキポンチーム、そしてポッキーチーム、向こう側ですね、うん、に分かれて対戦を行ってまいります、はい、今回はですね、なんとお客さんも
我々の仲間としてゲームをプレイしていただきますので、はい、活躍ご期待しております、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲームやりたいか。イエーイ。ぜひね、挙手制でチーム決めしていきますので積極的にお願いいたします、はい、さあ、そしてですね、それぞれのコーナーで対戦をしていただきまして、そこで得られるポイントの合計が多い方が勝ちとなるわけです。はいはい、皆さんの活躍よろしくお願いいたします、うん、では最初のコーナーをですね始める前に、皆さんの気持ちを一緒にしていきたいと思います、はい、我々で、はい、I love と言ったら皆さんで You face というふうに返していただきたいと思います、はい、よろしいでしょうかね。準備大丈夫ですか。はい、さあ第一声になりますのでね、ちょっと見本見せましょうか。じゃあ見本お願いしますよ。僕とツッチで。あ、ツッチだ。いいですね。ちょっと前の方に、ちょっと前の方に。お客さん役、お客さん役でね。お客さん役で、お客さん役でね。あー、いいですね。アイラブユーフェイ。全然ダメ。まだ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 。全然ダメよ。不合格。もっと行かないからよ。はい、いくよ。アイラブユーフェイ。こんな感じで、ありがとう。じゃあ、ポッキーさんチームの中からも一人だけ、ちょっと一回、一回いいですか。ブーハヤクイクン。ブーハヤクイクン。アイラブの方言う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 。合わせるから。じゃあお願いします。いいよ。行きます。BGM 止まる。ちょっとそれびっくりした。アイラブ。なんで？まあ悪い例ですからね。キレがなかった。不合格ですからね。わかりました。はい。行きます。はい。I have you face。 というような感じで、はい、皆さんにも元気よくお願いいたします。私はせーのでいきますんで、皆さんで I love とお願いいたします、はい、そしてからの you face で、はい、お願いしますね、はい、じゃあ一回練習してみましょう。一回練習で、はい、一回練習しましょう。いきますよ、せーの、 I love you face。 素晴らしい、バッチリですね。バッチリでございます。では本番に参ります。はい、本番。じゃあ本番は3連続で、3連続で、分かりました。はい、お願いします。よろしいですか。好きですね。3連続で、僕個人的に好きなわけじゃないですか。みんなで一体になるために、行きましょう。行きましょう。行きましょうか。3連続で参ります。はい、行きます、せーの、 I love you face。 I love you face。 I love you face。 さあ始めて参りましょう。よろしくお願いします。さあ、はい、UX ツアー2019ゲームス東京スタートしてまいります。はい、では改めまして、一つ目のコーナーを始めていきたいと思います。はい、最初に参加するメンバーには残ってもらえて、他のメンバーには会場の皆さんと一緒に応援をよろしくお願いいたします。はい、はい、では最初のコーナーは何なのか。最初のコーナーこちらです。ジャジャ鬼とゾンビから逃げろ、マイクラーニノット。さあ、パクパクです。お願いです。さあ、さあ鬼です。はい、私鬼です。はい、はい、よろしくお願いします。逃げてください。はい、ルールはこちらです。さあ、制限時間で、まあ、鬼となるこちらのジャジャ鬼七段から逃げてください。制限時間は3分となります。最後の1人になったチームが勝利となります。勝利チームには10ポイント獲得となりますので、はいはいはい、ただね、鬼だけじゃなくて、はい、お邪魔キャラとしてゾンビも出現しますので、まあ、そちらにも注意していただければなと思います。はいはい、でですね、まあ、ジャジャ鬼、そして各チームのメンバーから1人、そして会場のメンバーから1人ということで、2、2、そして鬼、計5人でプレイしていただきます。はい、はい、さあ、はい、それではですね、早速各チームのメンバーを募集したいと思います。はい、さあ、PC 版のマインクラフトのプレイということになりますが、はい、ぜひチームのメンバーとしてやりたいという方、手を挙げて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 、我こそはマイクラやったことない人でもね、大丈夫です。ない人でも、チーム大丈夫だった。ただステージ上がりたいっていう人でも、近づきたいっていう人でもいいですよ。では、ミキポンさん、ポッキーさん、ミキポンさん、ポッキーさんという形で2人ずつ選んでいきましょうか。はい、はい、ではミキポンさんチームのメンバーの方、ちょっと話し合って決めていただければ。一番元気な人を選びます。おお、あ、でも一番真ん中の彼女。あ、彼女、あの人、はい、あれですか、棚と書いてある。はい、そうですね。あら、はい、あら、あ、じゃあ、こっち側の方に。ここのね、ここに来るからね、ここに、はい、じゃあちょっと道を開けてあげてください。ちょっと道開けてもらって、ジャジャさんの方までお願いします。ここまでね、お願いします。
さあ続いて移動してる間に続いてポッキーさんのチームからやりたいか。あららら、黄色いチームが。びっくりしてたよ。びっくりしてたよね。ごめんね。ダメだよ、びっくりさせちゃう。選んだだけじゃん。びっくりしちゃった。ちょっとびっくりしてましたね。ごめんね。ありがとうございます。じゃあ続いて、みっぽんさんチームの2人目のメンバーになります。はい。では、お願いします。決めましょう。はい、お願いします。やりたい人、やりたい人、おおおいいよ、元気があって。さあ、アピールして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 。お、どこだ。君だ。おお君、お子さんの中から。おいで。はい。あ、そうなんですね。お母さん、いいね。さあ、前の方にお願いいたします。あと一人、あと一人。では続いて、じゃあ、箱さん。箱さん、さあ、箱さんが動いた。おお、厳選してる方が。さあ、吟味している。吟味している。どこも刺すんだ。吟味は、これだけ、これもったいぶればぶるほどあれですかね、ハードル上がりますからね、箱さん。後ろの方を見ている、後ろの方。結構後ろになってから。アピールしてください。決まったか。あそこの、なんて言ったらいいのかな。やばいやばい。さあ、なんて言ったらいい。そう。白いの、気づいてますか。そう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 。そちらのピンクの、あの、あれを持ってらっしゃる、このライトを持ってらっしゃる女性ですね。はい、よろしいですか。はい、では前の方に、こちらに。ではちょっと移動の際ね、はい、ご協力していただければと思います。はい、さあ4人が出揃いました。はい、ではですね、4人の方が移動している間にですね、はい、どんな感じになるのか、ちょっとこのお互いのチームのメンバーだけでプレイしていただこうと思います。はい、うん、では誰が参加するのか出せますでしょうか。こちらです。さあこちら、早速リーダー登場、ポッキーさん。はい、ということでこちらのメンバーで戦っていただきますので、対戦するメンバーは前の席に、そして応援のメンバーは後ろの席にお願いします。はい、お願いします。さあ、いよいよゲームズ東京最初の種目が始まってまいります。さあ、積極的にですね、皆さんも掛け声、応援の方ね、よろしくお願いいたします。大丈夫ですかね、準備もね、もう万端という感じがしますけれども。で、鬼のに対しての応援でも大丈夫なんですよ。そうです、私ジャジャさんと笑顔が素敵ですね。さあ、それでは準備は、もうええ、ジャジャさんだぞと、ジャジャさんだぞと。さあ、ではですね、準備の方長い、ちょっと尺使っちゃうから押しちゃう、サクサクいきましょう。ではですね、準備の方よろしいですか、皆さん。はい、改めてみっぽんさんチームがつっちさん、そしてしごちゃんさん、はい、そして小田健さん、ポッキーさんがポッキーさんチームということになります。皆さん、せーの方お願いいたします。さあ、ではですね、掛け声3、2、1、5で始めてまいりましょう。はい、私がせーのと言いますので、3、2、ワン、ゴーで、はい、いきます。皆さん、それをね、ご一緒に聞いていただければと思います。応援の皆さんもね、一緒にお願いしますね。はい、さあ、それでは参りましょう。準備よろしいですか。はい、オッケーですか。いきましょう。はい、では、マイクラ鬼ごっこ1回戦です。いきますよ、せーの、3、2、1、ゴー。さあ、スタートしました。逃げる。さあ、キコのこの緑色のがチームワークでいこう。じゃあ、ジャンさんです。チームワーク、チームワーク、お願いしますね。キコでチームワークお願いします。まだ4人が出ております。まだ鬼には見つかっていないかな。なんか舐めてるやついるな。誰だ、鬼が舐めてるやつ。早いよ、早いよ。見つかったのはキコちゃんさんですね。キコちゃんさんへの声援お願いします。まだ危ないです、これ。キコちゃんさん、危ない危ない。逃げ切ったら早くて、逃げ切れるのか、どうなる。いや、さあ、あと誰か死んだ、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 誰か死んだ。ポッキーさん、どうしたの。みんな動けなくなっちゃうんですよね。ポッキーさん、あ、そうですか。ポッキーさん、ポッキーさん、リーダーがやられてしまいました。やばい、俺、ゾンビにやられてしまいましたね。まさかの。さあ、まだ追われています。こちらはちょっと見えづらいですけれども、誰これ。ギコちゃんですね。あ、ギコ、ギコちゃんさんが今逃げてるという。頑張ってよ。すごい執着されてますよ。やばいな、これ。気をつけて。ギコちゃん待ってよ。待ちませんよ。え、あれ違う、俺やん。ツッチさん、ツッチさんですね。逃げて。僕と遊ぼう。ツッチさんだ、これ。ツッチさんが追われている。頑張れ、頑張れ。ツッチさんへの応援お願いします。何してんの。おい、誰だね。誰だ、これ。先ほど一人で誰だ、これ。叫んでくれました。あ、これはギコちゃんさん。やばい、やばい、ギコちゃん。さあ、ツッチさん、危ない。ここで一
こちゃんがやられてしまいました。ちょっとさあ残り1人ずつとなりました。残っているのは辻さん、そして宇田健さんとゾンビになりますね。ゾンビ俺を狙うのやめろ。ゾンビにいたいたいた、誰が密集してます。宇田健さん、さあここはどっち、今ちょっと見せて、あ、宇田健さんですね。宇田健さんへの件お願いします。ちょっと追われてます、危ない状況です。ゾンビも何人かいます。こっち来ないで、こっちに来ないで。待て、なんでこれ、痛い痛い、2人ともいた、2人ともいた、2人ともいた、ゾンビが邪魔、ゾンビが邪魔です。2人ともいた、さあやばい、動けなくなる。ゾンビ頑張れ、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 ゾンビ頑張れ。あー、痛い痛い痛い、大丈夫ですか。今いる、今かなり近くにいましたけども、あとゾンビにスチさんが、あ、スチさん、ゾンビの量多くないですか。おーよー、そこまで。最後に小田健さんが残りましたので、ポッキーチーム10ポイント獲得。すごいな、悔しい。さあポッキーチームへの拍手お願いします。おめでたい。さあというような形で、まあ、対戦が進んでいきます、はい、まず終わりましたけども、おたけさん最後まで残りました、いかがでした。いや、まさか生き残れるとは思ってなかったね。あ、本当ですか。逆にちょっとボッキーさんにアクシデントがあったみたいですね。なかなかね、ジャンプしようとすると動けなくなっちゃうんですよね、ここ。ああ、そうなんですか。多分そうなんだ。ちょっとこの後ね、仲間の皆さんもちょっとそこに、座ってプレイするかもしれませんので、ケアもお願いしますね。気をつけて。さあではですね、4人の方が揃いましたので、はい、ステージ中央の方にお願いいたします。お迎えしましょう。はい、お迎えしましょう。拍手でお迎えください。みんなでお迎えしましょう。さあ皆さん拍手、ありがとう。さあではですね、一言ずつちょっとお話聞いていきましょうか。あ、じゃあこっちの中央の方にどうぞ。はい、さあ皆さんも前に来ていただいて、ちょっとお話聞いていきましょうか。はい、では、はい、田中くん、はい、言われてます。お、ね、隣、あ、じゃあマイクを、あ、じゃあ田中が、はい、ちょっと、じゃあお名前聞いてもいいですか。あ、鈴名さん。呼ばれた、呼ばれた。え、誰を見に来たんですか。ありがとうございます。僕は置いといてね。じゃあ続いて、じゃあ、はい、あ、じゃあ、はい、はい、じゃあお隣のすごいですね、あやかちゃん、何歳ですか。11歳。11歳、おっきいね。あ、マイクラはやったことありますか。やったことあります。あ、お、お、ちょっとこれは期待できそうです ね楽しみですね。ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ続いてポッキーチームのお二人に、ポッキーさんからお名前は。ソラです。ソラくん、何歳ですか。9歳です。9歳。あー、どうですか。マイクラやったことある。ないない。あら、でも多分簡単にできると思うんで頑張りましょう。頑張ろう。お名前はユピンです。ユピン、ユピンさん、お願いします。そう、いや、あっさり、あっさりですね。で、自分のね、チームのメンバーですから、サポートの方よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは準備をしていきましょうか。はい、ね、それでは2回戦、はい、誰が戦うのか見ていきます、はい、こちらです。さあ、まずはネガさん、そして仲間、そしてハコさん、さらには仲間という形で、はい、マインクラフトプレイしていきます、はい、では準備の方お願いします。はい、そうですね、誰を、後ろの方に、そうですね、まず誰が最初に出るのかというところも、はい、仲間の方ね、仲間の皆さん、はい、あ、頑張ります。いいですね、頑張るけど、はい、ね、さあ準備の方よろしくお願いします。あ、隣ですか。いやいやいや、ちょっと恥ずかしい、逆に椅子の、はみ出てるんで、ちゃんと真ん中の方に座ってください。ちゃんと座ってください、危ないですから、椅子から落ちないように。では操作方法などもね、皆さんにそうそう、いただこうかなと思います。はいはいはい。ここでちょっとなんかいい雰囲気なんだね。ちょっと我々が、そう、土さんもぎこちゃんも席を壊しに行ってくださいね。いいですか。さあ、そしてボッキーさんチームのね、準備が進んでおります。はい、さあ、ここはね、まあ、ジャジャンさんのね、まあ、腕の見せ所というか、はい、
どこに最初に狙いをつけに行くのかとか。そうですね、メガちゃんもねえ、もうまいからな。そうですね、実績があるんで。いやいやいや、実績がね。箱さんいかがですか、意気込みなどは。箱さんにちょっと待って。そうですね、もうなんか頭の中でもうどう動こうかっていうのは完璧にシミュレーションできてるんで。お、破ってみてくださいよ。カチンときたぜ。これは狙われそうだな。狙わないでください。さあ、ダイスネガさん。いや、一応マインクラを実況してるので、うん、まあ頑張ります、多分。頑張れ、お願いします。はい、頑張れ。さあ、ジャジャーンさんがまず最初に誰を狙っていくのかもね、注目ですが、はい、準備の方、よろしいですか。 OK です。 OK ですか。はい、行きましょうか。ではここもカウントダウンで参りたいと思います。はい、私のせーので言うと3、2、1、5でお願いいたします。では行きましょう。行きます、せーの、3、2、1、ゴー。さあ、頑張れ頑張れ。回戦です。まず中央、エメラルド色に輝いているのがジャジャン鬼です。さあ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 、かなり近くに仲間もいますが、まずジャジャンさん、やばい、あれはネガじゃない。基本的にこの1番という表示が出ているのが逃げるんだ、まあ、ネガさん、そしてマコさんと、2番が仲間です。だから今、あのジャジャさんが画面捉えているのは仲間がちょっとゾンビの前にいるかなという形になりますね。おい、いっぱいいるぞ。さあ、ここはね、ちょっとね、隠れている。おっと、近くに、あら、こちらは、あー、危ない危ない、危ない、ホラーでしょ。いきなりいたという。なんだ、危ない。ネガ殴ってきた。ネガさん、まさか守りましたね。ナイスナイス。さあ、皆さん声援お願いしますね。ネガさんが今頑張ってます。ネガくん、頑張れ頑張れ。ネガ守ってます、ネガさん。あー、来てるよ。ネガくん、気をつけて。さあ、撃たれ撃たれ撃たれ。すげえ、僕ゾンビの子供だ。仲間だ。仲間、おい、仲間、お前ゾンビ、やばいやばい、ゾンビ倒す、ゾンビ倒す、ゾンビを倒します。仲間は狙うな、できるだけ仲間は狙うんじゃない。そうですね、ジャジャ鬼はね、できるだけあのゾンビを倒してください、まずは。そうですね、大量発生しますね。危険ですね。そしてここちょっとすれ違って、まずはね、マネガさんかハコさんか、そうですね、どちらかまあ狙っていただきたいなと思います。ゾンビが、やばい、来た、ゾンビが、逃げろ逃げろ、頑張れ頑張れ頑張れ。さあ、狙い逃げていきます。そしてジャジャオに追っていく。まずは狙いを定めました。動きがやばい、動きがやばい。さあ、ゾンビも増えていく中で、タイプじゃないこれ、やばいな。仲間の皆さんも、どっちがどっちかわからん。ゾンビを取ってください。仲間と、チビチビゾンビ、ちっちゃいちっちゃいゾンビが、チビゾンビが速い。さあ、皆さん2分経過しました。残り1分です。やばいやばい。さあ、大詰めになっていますが、ジャジャオにはまだ1人も倒せていない状況になります。やばい、ハコさん来てる、逃げて逃げて、ネガさん、まずネガさんのところ、そしてハコさんもね、ちょっとね、牽制したりもね、していただきたいなと思います。まずいな。やばい、ゾンビ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 やばい。さあ、ゾンビはまず逃げていただいて、そしてね、ポッキーさんも見守りをして、ないおっと、危ない、おっと、やられてしまいました、アコさん。どうしたんですか。やばいやばいやばい、どうしたの。鬼じゃない、アコさん、メガ君だな。鬼じゃない、メガ君、鬼じゃない、メガ君、メガ君、ごめん、頑張って、頑張って。さあ、最後頑張る、頑張る、家に出る、さあ、最後になります。やったー、ここでカウントダウンです。5秒前、4、3、2、1、どこだ、終了ということで、今回参加してくれた仲間のお二人が残ったということで、両チーム10ポイント獲得です。ナイス、すごい、いやー、すごい、よかったですね。じゃあ対戦が終わりましたので、チームメンバーと、ね、握手をして終わってください。ありがとう、ありがとうございます。上手だった、ありがとうね、ありがとうね。さあ、続いてが3回戦、最後になります。はい、最後の戦いになります。では3回戦戦うメンバー見ていきましょうか。こちらです。さあ、つちさん、ふわやさん、このそしてつちさんと仲間、そしてふわやさんと仲間ということになります。はい、ということで準備の方お願いいたします。はい、さあ、その間
感じです。改めてネガさん、あれでしたね、ちょっと、最後ね、惜しかったですね。いや、てか、普通に人殺しちゃったんですよ。最後に、ちょっと、めちゃくちゃ応援してあげてください。頑張れー。ちょっといいですか？はい。うちは、もう3人とも、棚沢さんという。ああ、本当に。これ、4人集ですね、ここに。4人集ですね。4人で応援してあげてください。応援しますね。じゃあ、捜査の方ね。お願いいたします。これ、人形増えて5人集ですね。あ、本当だ。そのままや。さあ、捜査方お願いします。土さんからもね。じゃあ、教えてあげてね。やるとね、これ、走れる。あこさんはどのタイミングでやられたんですか？いや、これ多分鬼じゃないんですよね、やられてるのが。表示的に。あ、ゾンビ？ゾンビでもないですよ、これ。そもそも相手チームが一番。相手チームが一番。ネガ君に殴り殺されたの？そんなシーンがあったんですか？本当に。なるほど。申し訳ないなと。確かに。聞いてねえぜ。ネガ君にやると鬼から逃げるゲームですからね、あくまでも。はい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 。自分でちょっとやりに行くのかとかやめてください。その時あったのか。オッケー、あくまでも。大丈夫、田中君が声があるから。え？ええじゃない。頑張れ頑張れ頑張れ。人のことそれ待って、それ待って頑張れって言ってるから自分応援してるみたいな。では参りましょうか、応援もね、あったところで。はい、あくまでも鬼から逃げるゲームですからね。はい、やめてくださいね、相手チームに攻撃しに行くのですからね。じゃ逃げてる皆さんを、皆さんでこの応援よろしくお願いいたします。最後の戦いになります。はい。さあ、では参りましょうか。この3回戦も同様にカウントダウンで参ります。さあ、準備よろしいですか？ちょっと緊張もね、あると思いますけども。大丈夫ですか？ OK です。さあ、大丈夫ですか？そうですね。で、参りましょう。はい、いきますね。せーの、3、2、1、GO! さあ、始まりました。まずは両方からと。さあ、あそぼくん、お願いします。最初はね、逃げる方がいい。これはまずね、ジャジャさん、危ない、ジャジャさん、危ない、危ない。日本さん、どのゾンビだ、お前か。ゾンビ、ジャジャさん、ゾンビ、お前か、ゾンビか、お前か。僕はゾンビじゃないですよ。まずはですね、ジャジャさんがまずゾンビ退治してください。そう、まだ危ないですから。ただのマイクラやっちゃってる。あれ、大丈夫かな。ただのマイクラになっちゃう。ジャジャさんだけね、装備がね、すごいですからね。メダルの装備になっていますので。やばい、見つかった。あ、見つかった。ゾンビやるわ。まずゾンビ、まずゾンビ、まずゾンビ。まあでもそれ多いですからね。そうですよね。良きところで、良きところでできれば、シュワヤさん、カズキさん狙ってください。見つけた人を。さあ、ここでゾンビ倒して、ジャジャさんが、いや、これね、走るとね、走るとやばいんですよ、スタミナなくなって。さっきネガ君の見てたら、走れなくなってたんで。やばい、来てる。あんま走れない方がいい。来てるよ、来てるよ、来てるよ、後ろ。やっと、やばい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 、やばいやばい。よし、トキサチーム、トキサチーム、逃げようぜ、逃げようぜ。おっと、頑張れ。さあ、ここで逃げようぜ、一緒に逃げようぜ、一緒に。ふわやさんが今狙われてると。あ、マジですか？危ない危ない。皆さん声援お願いします。ちょっと危ないシーンです。危ない危ない危ない。視界に入ってます。ジャジャさんの視界に入ってます。いいことない。なぜ肉を食べる、なぜ今肉。遅くなっちゃう。あ、どこ行ったぞ。さあ、今逃げ切りましたね、ふわやさん。あ、うまい。どっか行っちゃった。さあ、ジャジャさんから逃げ切りました。一度仕切り直しです。頑張ります。やばいやばい、ジャジャさんやばいよ。え、マジかよ。やばいやばい、やめろ。やばいやばい。スッチさん、スッチさん、スッチさん、走っちゃって、スッチさん、スッチさん、応援をお願いします。スッチさんに、スッチさんに、スッチさん、スッチさん、逃げて逃げて逃げて。あっと、切り替える、切り替えた。ジャジャオに切り替えたぞ。さあ、どれでしょう。さあ、どれでしょう。ああ、仲間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 って。モンスターじゃないから。よし、よし、どう？気をつけて。ゾンビ！まずはゾンビ、まずはゾンビ。さあ、なんとか、ジャジャさん、コマも差し加減です。ジャジャさんの差し加減。ああ、何何何何、ジャジャさんの差し加減です。えぇー、ゾンビ。ここで、なんと、ツッチさん、
知らず間にやられてしまいましたということで、ポッキーチームの勝利地味だな、最後めっちゃ地味ちょっとツッチさんすいません、すげえ地味なところ死んじゃいましたいつの間にか何があったんですか、何があったんですか、何があったんですか、ツッチいや、あの、見とったんですよ、僕あの、家の中で3人がやっとる、うわぁ、やっとる、やっとると思ったら横にゾンビおってんすよ注意してください、まずは自分からですひどいやつさあ、そしてふわやさん仲間と共に2人とも残りました。20ポイント獲得です。いやうまかったです、本当に。なるほど、はい、マジね、ウヘイ君かっこよかったですよ確かに出てきてくれた。助けに来たんですよ、肉持って殴りに来たんですよ肉でかっこよかったですよ。素晴らしいですね、かなりね、面白かったですけども、さあ、3戦ともね、鬼をしていただきましたが、ジャダさんはいかがでしたか。はい、ちょっとね、一部でね、お客さんをやってしまうという、はい、大失敗をしてしまったんです。そうですね、そこをちょっと注意してやりました。そう、あの会場から悲鳴が上がるという。そうですね、あの人ひどいみたいな感じで一発目でね、ぶん殴るっていう形がありましたけれども、はい、ということでですね、マイクラ鬼ごっこもうちょっとやっていきたいんですけれども、はい、マイクラ鬼ごっこはひとまずここで以上とさせていただきます。ありがとうござい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 ます。ではステージの前の方に皆さんお願いいたします。さあ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 、どうだったでしょうか。このままだと、はい、あ、これポッキーさんパーカーなんだね、はい、あ、そうなんだ。あ、そうか、わいらくね、後ろ向いたらね、ポキマルパーカー、ポキマルが、ほんまや、かわいい、かわいい、ちょっとね、敵として戦うのがね、心苦しかったですよね。確かにね、ポキマル、ポキマルですね。そうですねパーカーね。いや、そうそう、じゃあちょっと一緒にプレイしていただいて、ちょっと感想など聞いていきましょうか。では、みきもさんから。どうでしたか。なんかすぐ死んじゃったんですけど、楽しかったです。よかった、頑張った、ありがとう。よかった、うん、はい、どうでしたか。操作は難しかったけど、逃げ切れて楽しかったです。すごい上手だった、うん、ありがとうね。よかった、よかった、素晴らしい。さあ、そしてポッキーさんのチームからもお願いします。どうだった。生き残れてよかった、生き残れてよかった。あ、確かに、あ、ね、楽しい、いや、よかった、よかった、よかった。どうでした。おお、よかった、いいですね。家でもぜひやってください。さあ、ありがとうございます。改めて参加してくれた4人の皆さんに拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。4人の皆さんはここでご講談となりますので、はい、左の方からお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ぜひね、クリエイターの皆さんとハイタッチしてね、行ってくださいね。ジャジャさんと、そして大地くん、ね、さあ、それではですね、改めまして、はい、次のコーナーに行きたいところなんですけれども、はい、準備がありますので、はいはい、一度クリエイターの皆さん、ここでご講談となります、はいはい、それでは、盛大な拍手でお送りください、はい、クリエイターさんの皆、はい、クリエイターの皆さんでした。では、あちらへどうぞ。はい、またね。さあ、またね。またね。またすぐ戻ってきますからね。すぐ戻ってきました。またね。ありがとうございます。じゃあ我々も一度失礼いたします。はい、失礼いたします。ありがとうございます。来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、どうも皆さん、お待たせしております。はい、ね、さあ、次のね、コーナーに使う準備がね、ということなんですが、さあ、クリエイターの皆さんがこれまでね、これ準備をしてますので、それまで我々でちょっとお話を皆さんにお聞きしたいなというふうに思っています。はい、しましょう、しましょう。さあ、皆さん、盛り上がってますか。あー、よっしゃ、もうすごい、もうそのテンションでね、もうこの後半戦も盛り上がっていけたらなと思っております。嬉しいですね、さあ、ジャダさんから何か、皆さんに、皆さんどこから来たかちょっと聞いてみましょうか。あ、そうですね、出身じゃねえ、どっから、東京以外、あ、東京以外の方、おっと、あ、どちらですか。岡山、岡山県は相当遠いですよ ね、 すね。他は岡山、他は、はい、兵庫県ね、兵庫県、いいよね、神戸かな、一緒、宝塚ね、なるほど、歌劇団、歌劇団なんですか、ね、本当に歌劇団なの。あ、歌劇団じゃない、ね、他は、さあ、他いらっしゃいますか。千葉と、群馬ね、群馬もいいよね、関東からもね、ちょっと遠いとも聞きますか、我こそは遠いぞと、結構遠いよっていう方、遠いよっていう人は、その中、
ボーダーが3本ボーダー軍団は箱軍団ですか、はい、どちらですか北海道どちら札幌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 ね南は南南は南を探しますかじゃあお一人ぐらいどっから来た南から来たあーありがとうねありがとうね南から来たありがとう他南はさあ他に我こそじゃあ最後にじゃあ行きますえ広島、広島でも今度ね、あの US のバラエティがね、あなるほど行くんですか？なるほど、地元でね、嬉しいですよね、いろんな形でね、ぜひぜひね、いや、たくさんの、はい、全国から来てたね、本当嬉しい限りですよ、はい、さあ、ということでですね、はい、次のコーナーの準備もできましたかできたようですので、はい、行きましょう他の皆さんにも登場していただきましょう、はい、改めまして、皆さん戻ってきてくださいさあ、行きますよ、こっからさあ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 さらにねどうぞどうぞよ盛り上がっていきましょうよし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 ないないないどうしたっすかよし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 さあ、まずはミキコンさんチームはいさあ、そして、うん、こちら謎の箱を挟みましてあちらサイド、ホッキーさんチームになりますでは皆さんが揃ったところで次のコーナー参りましょうか、はい、次のコーナーはこちらですチーム対抗シチュエーションセリフ対決、はい、よっさあこれはさあこれはどういうことかと言いますとですね、はい、まずはですねこちらの VTR ご覧いただきたいと思いますこちらご覧ください、はい、さあ対決の流れですこのようにしてですね2つのチームもうすでに分かれていますけれども、はい、2つのチームに分かれて戦っていきます、うんまあ、チーム A がこちら側のサイドチーム B があちら側のサイドをイメージしていただければいいですね、はい、そしてこの各メンバーが持ち寄ったコーディネートを代表者が着ていただいてそして最後にですねセリフ担当のメンバーもいます、はい、セリフ担当のメンバーが決めゼリフを決めて臨んでくるという感じですね、うんうん、でアピールタイムに臨んでいきます、はいはい、アピールタイムでどちらが良かったか会場の皆さんが審査員ですぜひ審査していただければと思いますそうあの旗があるそうですね事前に渡された旗で、うん、これはこれはですね青チーム、はい、青チームがポッキーさんのチームで、はい、赤の方が私の方です、はい、なのでどっちが本当に良かったか、うん、旗を上げて評価してください、はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします お願いします勝った方が30ポイント獲得となります30ポイントでかい、うん、さあ皆さん分かったでしょうか、はい、分かった方ちょっと旗振ってみてありがとうございます。素晴らしい。こんな感じで結果発表の時もよろしくお願いいたします。さあ、それでは気になるテーマを発表していきましょうか。お願いします。はい、今回のテーマはこちらです。あなたが思う最高の勝負服でのプロポーズと。なるほど。臭いね。なるほど。臭いですね。これは女子好きなやつですよ、ねね。ではですね、今回。まあ、テーマが発表されたところで、はい、各チームからモデルがもう決まっているということなのでモデルとなる、まあ、重要な人物ですね、はい、モデルの方手を挙げてはいやったひごちゃんさんそしてポキチームからはひごさんとさあちょっとなんか浮かない表情されてますけど大丈夫かひごさんいや、そういうキャラかなぁ、殻破っていきましょう、今日はね全力でいきますけどねはい、はい、お願いします、ちょっと振り切れていただいてはい皆さんも声援お願いしますねはい、お願いします頑張ってくださいさあ、そして、キコちゃんさんですねこれ、一部の話するのもあれですけど、田中さん、はい担当どこなんですか、まだわかんないですか、これ僕はボット…あ、アットずるいずるいずるいこれ実はね、はい、結構怖いんですよ田中さん、はい、ああなんかね爆弾突っ込んできてる気がして、確かにそうですね、うん、今回大丈夫ですか今回はちゃんと勉強して持ってきてるんで大丈夫です勉強、はい、さっきね、まあ、それこそ一部ではねちょっとボス、はい、はじめ社長の助言も借りてなんていう話もありましたが、はい、今回はまあ一人でそうですね、今回はそうですあ、じゃあ安心、ちょっと安心、ちょっと安心かもしれないですねはいということでですね、はい、じゃあぎこちゃんさんとハコさんにね、前に出てきていただいてじゃんけんで先行後攻決めていただきたいと思いますじゃんけんだ頑張れさあ、ではじゃんけんお願いします最初はグー、じゃんけんぽいさあ、どちらに勝ちますか
先行後攻こういうのって、うん、後々の方が恥ずかしいんで先行でいきます。おーでもこれは、結構利害関係一致して僕勝ったら高校選ぼうと思ったんで。あれおおあれおあらいやちょうどいいです。ちょうどいい頑張りました。ちょうどいい平和な平和平和に平和に決まりましたね。ではぎこちゃんさんに、はい、じゃあ着替えの方着替えたいお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。どんな感じだろう。ではその間にですね、今回も VTR がありますので、では見ていきましょうか、皆さんのメッセージ VTR です、どうぞ、はい、さあこちらがミキポンさんになります、はい、モデル担当なかなかね、言葉数少ないですから、まあ、服装に関してはちょっと読めないんだけどもセリフミキポンさんだよね。おお、そうなんです。うん、え、なに意味深すぎる。意味深すぎるよ。いやなんかこう黒い服とか結構長い服が好きなので、まあ、そういうちょっとカラスみたいになっちゃうかもしれないんですけどちょっとヒコちゃんさんもねダークなイメージがあると思うので、そこに合わせた結構こう漆黒の衣装をそれていきたい。かっこよさそう。なるほど、さあこことの兼ね合いです。僕こう見えてプロポーズしたことないんで。してるわ。そらそうや。自分がするときに僕だったらこんなのを履いてプロポーズしようかなっていうものをちょっとぎこちゃんさんにも履いてもらって、それでいいセリフを言ってもらおうかなと思います。さあさあラストです。小物と靴ですね。大人目を出すと見せかけてもキラキラのギラギラのやつを。いやいやいや、あー、星ついてますね。なるほど、というようなメッセージをいただきました、はい、ではまずですね、このメッセージ V に、まあちょっと仕事の関係でね、登場できなかったみっぽんさん、でもメッセージ、コメントはみっぽんさんになるよねっていうようなこと言ってましたけど、そうなんですよ。どう取りました。いや、多分女子の方だから、一、はいはい、人女子なので、言葉でこうサクッと決めだよねっていうことだと思うんですけど、女子の気持ちは分かるぞと。はい、分かります。もう代表です。お、はい、あー、代表で力強いですね。これはもう結構ガチでいきましたので、はい、ちょっと楽しみですね。言い方にもよりますけど、なるほど、大事ですよね、言い方が多分言う人にとって全然変わってくる、はい、そうだよね、そうですかね、ちょっと怖いですけども。さあ、そしてコーディネートの方ですけれども、まあちょっと合わさってるのかなというメッセージ聞いた限り、ネガさんは割とやはり今日もそうですけれども、そうですね、黒い服装が好き。そうですね、変な服着てますよね。いやいや、そんなことないですよ。かわいらしい、かわいらしいですよね。かわいいですよね。大人になったら、おおおおって言われてるんでしょ。はいはいはい、いやまあ、そうですね、ちょっと暗いって言ったんですけど、割と明るめの実は服を、選択してました。あ、そうですか。はい、しかもちゃんと買いました。おお、はいはいはい、はい、素晴らしい。なんで、楽しみにしててください。はい、じゃあ軽めっていうことで。そうですね、はい、じゃあ土さんの小物との相性も確かにいいですね。そうですね、うん、え、ちゃんと買ったんですか。ちゃんと買いました。僕中古で買ってきたんだけど、ギカの靴は中古で。そうだ。でもギラギラって言ってましたね。いや、結構明るめの。でも今出川くんの聞いたら多分バッチリ、バッチリです。来ました、じゃあ明るめ、明るめと来ました。タナッチ、タナッチさん。そうですね、多分うまいことマッチしてると思いますよ。いや、その自信どこから。いや、僕ちゃんと女性の気持ちを考えるために恋愛ドラマ見て考えてきた、はいはい、あー、そうですか。、はい、差し支えなければ何の恋愛ドラマですか。まあ、恋愛ドラマ。あー、分かりました。差し支えがあるって。これ見てないですね。見てない。やばいやばい、ほら、掘り下げるとそうなるから。薄い。でもなんかね、全部振りに聞こえるのなんかちょっと怖いなっていうのありますけども、はい、さあ、着替えの方は、うん、できましたか。どうですか。あ、出てますけど。準備 OK そうですね。いいですよ。はい、ではですね、シルエット見ていきましょうか、はい、では、ミキポンさんにこのフロンの、じゃあシルエット見ていきます。シルエットはこのようになっております。こちらです。じゃん。お、なんだ、なんか膨らんでる、なんだ、違うか、なんか、なんか、これどうなった。前ですね。前に光の当たり、あ、上から当たってるのかな。前に、なるほどなるほど。あれ、なんか、なんかふわっとしてますね。ちょっとわかんないですけども、どんな感じなの。さあ、結構ガンダムっぽく見える。マッチョ、ちょっとね、ちょっとね、なんでしょうね、なんか見せ方なのかな、全貌気になりますけども、ね、気になる。では、
全貌見ていきましょう。こちら、このようになります。おお、やったな。なんだ、おい、金沢よ。あれ、金沢よ。何、ちょっと後ろの人で見えにくいかもしれないんですけど、やったな、やりよった。今日プロポーズ、プロポーズ今日するよ。ああ、まあまあね、でもツッコミどころ満載ですけれども、まあ、ぎこちゃんがね、なんとか着こなしているという感じもあります。では、すごいおしゃれ。セリフの方ね、はい、いきましょうかね。じゃあ私のカウントダウンに合わせてお願いしたいと思います。では、みきぽんさんが考えたセリフまで、はい、いきます。カウントダウンいきますね。5秒前、4、3、2、1、どうぞ。一生俺のそばにいてください。おお、大丈夫、そんな感じで。ありがとうございます、ありがとうございます。これ意外とめちゃめちゃ真面目で滑るかと思ったんですけど、意外とみんなおしゃれなことしてくれましたね、本当にね。そうですね、タンクトップかと思ってました。そうですね、すごいおしゃれ。そう、改めてネガさん、まあ、黒基調としてますけど、ワンポイントが可愛いですね。そうですね、まあそう、そう、そうしか言えない。じゃあご自身着られるんですか、こういうのは。いや、着ないです、あんまり。あ、でもいいですね。ぎこちゃん用に頑張って。そう、で髪の毛が一部やっぱ赤いから、それとなんかマッチングしてやるかもしれないですね。やった、ありがとうございます。そしてスチさんも、はい、ワンポイントとして意外とありですよね。合いますよね。足元ちょっと見えづらいですけど、かなりカラフルなね、オレンジ色と緑色の。そうそうそう、ちょっと足上げていただいていいですか。これね、ちなみにサイズ合ってないんで足出てます。だって言われないもん、俺サイズ。それだよ。合ってない。ちょっと脱いでいただいて、こう上の方に。すごい派手なね。こんな感じですね。こんな感じの。意外と悪いでしょ、うん、すごいねこれ。差し色がいいですね。うんうん、はい、そしてね、もうセリフも素晴らしかったと思います。ありがとうございます。ね、言われたいですね。ただただシンプルなものにしました。シンプルがね、一番いいかもしれないですね。はい、シンプルじゃなかったのはね、ちょっとボトムスですよ。なんかふざけるやつみたいになっちゃってるから。いや、ふざけるやつじゃん。なんかでも僕が見たやつでは、見たやつっていうか、よく、はいはい、気持ちの整理をさせてって女の人が言ってたから、あ、気持ちをちょっと早くでも整理させる。今日するから。じゃあ場合によっては帰ってもいいってことですか。なるほど。これってそっか、今気づいた。そうじゃん、今気づいた。そうじゃん。どうですか、日本さんどうですか、このえ、でも似合ってますよね。めっちゃ似合ってます、ね、似合ってる。多分これぎこちゃんさんだから着こなせるっていうのはありますね。うんうんうん、まあそうですね、確かにね。嬉しいですね。すごい似合ってる、うん、こう文字のメッセージいかがですか。まあでも、まあ自分の付き合ってる人がこれできたら帰りますけどね。マジかよ。めちゃ褒めといてありがとうございます。では先行みきぽんさんチームでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さてさてさ て高校になります。ではですね、風海さん、箱さんですね、はい、今回は箱さん、じゃ準備の方をお願いいたします。はい、さあ、それでは同様にですね、こちらも VTR ございますので、ポッキーさんチームの VTR も見ていきましょう。こちらです。はい、さあ、ポッキーさんチーム、さあ、モデルの箱さんです。いやー、まあなんか選んでいただいたのはすごく、まあ、光栄なことなのかもしれないですけど、やっぱりその他のメンバーたちがまあなんか一言だと思って好き勝手もうやってくれたら、もう僕たち関係そこまでかなっていうところですね。もうやるからにはもう全然もう一発バシッと決めさせてもらおうかなと思います。あ、なるほど。プロポーズはまだしたことがないんですけど、やっぱ、まあ、やっぱ自分のね、実況動画を見返してると、あ、ここのセリフいいなで、このセリフに関してはやっぱ努力とかじゃなくて才能だと思うんで。聞いたことある。まだ中さんもいい完璧なセリフを用意しています。さあ、そしてその大地さんです。めっちゃ真面目だった。そうですね、やっぱ勝負どころっていうことで、やっぱりこう、ちょっとこうかっこめ、かっこいい目の感じのものにしようか。いや、お楽しみです。怖いんだよな、怖いこれが怖いのよ。なんだ今の。
ちゃんとした服って足元から決まると思うんで、箱さんに似合うような靴はもう思い浮かぶんでるんで、多分大丈夫だと思います。なるほど。ということで以上がポッキーさんチームのメッセージになります。まずはでは小田健さんにお話聞きましょうかね。そしたら、はい、まず大地くんに合わせに行ったって感じですか。はい、そうです。もう完全に2人ともパッチリ目じゃないですか。で、はいはい、プロポーズってことだったんで、はい、やっぱあれでもう下もあれで来ると思ってたんで、はい、プロポーズと言ったらあね、あっていうことです ね, ね, ね。なるほどなるほど。それ聞いていかがですか、大地くん。いや、大丈夫じゃないですかね、多分。お、敵対できる。お、すごい。上と下が、はい、完全にマッチすると思います。マジ素晴らしい。信じていいですか。信じて、いいですよ。はい、溜めましたね。では続いて、小物担当のふわえさん。まあ、かなりね、こう合ってる、今の2人の話聞いていかがですか。いや、僕もちょっと合わせて、一つ、いや、絶対これ必要だなっていうのを用意したんで、すごい自信がありますね。おお、いいですね。あれ、いいんじゃないですか。いい感じですね。良さそうだよね。そして、極めつけは、はい、センスあふれる天才 YouTuber、ポキさん。いや、ね、今聞いてる感じ、はい、完璧です。おお、がっちりなった。じゃあこれ、思い浮かべてます。いいですね。じゃあ、箱さんも。もう関係続きそうですね、はい、4人とのねもうバッチリいい感じになってきそうですね。バッチリです。さあ、それでは箱さんにちょっとお聞きしましょうか。準備いかがですか。今ちょうど着替え終わりました。おっ、行けますか。では、いいね、見ていきましょうか。お待ちかねの大きいチームのシルエットをポキさんにその布をね、下ろしていただきたいと思います。では、シルエットまず見ます。こちらです。じゃじゃん。おら、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 かっこいい、かっこいい、いい感じだぞ、いい感じだぞ、いいんじゃないの、いいよ、肩がいい感じ、いい感じ、チリしてない。お、さあ、ではこのシルエット踏まえまして、全貌を見ていきます。全貌はこのようになりました。おー、あれ、あれ、あら、うわー、ちょっと待って、やったな、なるほど、2人目のやったな、2人目でやったな、サンタクロス、サンタ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 、なるほどね、やったな、まあまあ、いろいろありますけども、ちょっと聞いていきましょうか。まあ、ここからが肝心です。はい、ポキチームのセリフはどのような形になっているんでしょうか。では参りましょう。ポッキーチームのシチュエーションセリフまで5秒前、4、3、2、1、どうぞ。人生には大切にしなくてはいけない3つの箱があります。1つ目は救急箱、2つ目は貯金箱、3つ目はゲーム実況者箱。そう、僕です。え、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 前越えた。すごい、ね、完璧、素晴らしい、完璧、これ良かったですよ。すごい、やっぱりね、すごい、ポッキーさんのセリフのハードルっていうのは上がってたと思うんですけど、超えてきましたね。良かったと思いますね。ちょっとポッキーさんのそういう反応されるんだ。ポッキーさんのコメント良かったと思う人拍手で。ちょっとね、あ、本当にめちゃくちゃ良かった。完全にふざけたつもりだったんですけど、良かったです。これ、これなら良かったです。小道具がすごいですね、びっくりしました。良、ね、ね、かったと思います。小道具ね、小物もね、あれはあれですか、ふわえさんが用意したんですか。誰ですか、これ。あ、指輪ですか。あ、指輪僕が用意しました。ふわえさんにも拍手ですよ。ね、素晴らしい、さすが、ナイス。さあ、そしてですね、では小田健さん、はい、やはりそのね、やっぱ指輪渡すときはね、そうですね、ここ意思の疎通できてましたね、うん、やっぱジャケット着て、うん、ネクタイ締めて、絶対これだと思うでしょ、ね、プロポーズだから。そうですね、うん、何これした。真っ赤、やりましたね。完全に冬かも分かんないしね。耳追加した方がいいみたいな。某キャラクターみたいな。でも改めてじゃあ自分が出したものを見て、はい、大地くんいかがですか。いや、完璧じゃないですか。
かしい。ダメですか？じゃあ、まあ、あの着せた方はすごい言ってらっしゃいますけれども、はい、まああの実際に着てらっしゃる奥さんいかがですか？いやでも結構、いや季節感ってやっぱ大事だと思いますし、なんか黒に赤って結構映えるかなっていう。確かにね。そんなに僕これ文句ないですマジで。ええー。全員素晴らしいなと僕思いますもん。このチームで良かったって。すごい。よかった。それに僕が答えられたかなっていうところですよね。いい人。いい人。よかった。じゃあ関係続いていきそうですね。いや本当に良好な関係をね。良好。これからもよろしくお願いします。すごい楽しい言い方に。ありがとうございます。さあではですね、両チームのコーディネート、そしてセリフが出揃ったところで皆さんに判定していただきたいと思います。はい、どうでしょう、心の中ではもう決まってますか？どちら、ああもう結構決まってますね。もう一回色の確認。そうですね、改めて色の確認しておきましょうか。はい、青がポッキーさんチーム、そして赤がミキポンさんチームということになります。はい、まあセリフの内容もね、シンプルか凝ったものか、まあ、結構対照的な2人の。そうですね、もうかっちりしてるか、フォーマルかカジュアルかというようなね、その違いもありますが、好き好きだとは思いますが、では開けていただきましょうか。では皆さんに決めていただきます。旗の準備よろしいですか？それでは、あ、いいですか？いいですか？いきます。それでは最終結果です。皆さん、お好きな旗を上げてください。どうぞ。どうぞ。これはおそらく、まあほとんど青く染まりましたので、ポッキーチームの勝利となります。いや、これは良かったですね。ポッキーチームに30ポイントがあります。そうですね、感動しましたもんね。いや、ちょっと感動しちゃいました、ね、なかなか目の前でこうやるとこ見たことないですからね。確かに、すごい良かった。指輪もね、うん、用意してたっていうのがね、大きかったですね。うん、じゃあ改めてリーダーのポッキーさん、まあ、勝利を収めましたけども、うん、誰の MVP あげるとしたら、まあ、自分でもいいです、誰ですか？それはもうやっぱ500人の MVP。 ああ、そうですか。まあ、指輪がね、あれがね、パカッと開いた時にこう確かに見えましたね、勝利が。ただもうチームでね、掴んだ勝利だと思います。皆さん、ポッキーチームに大きな拍手をお願いします。はい、はい、これはもう全力で戦って、まあ、いい勝負だったなと思いますね。まあ、畑のお二人もね、いい感じで合わさりましたね。悪くはなかったかな、悪くはなかったかなと振り返ってみると。ということでですね、このチーム対抗シチュエーションセリフ対決は以上となります。皆さん拍手ありがとうございます。ありがとう。さあではですね、ここでポッキーチームに30点が入ったところで途中経過見ていきましょうか。はい、このようになっております。全然ダメだ。こんなになってます。結構ダメだっけ。あれ、こんなに。ただね、まあ、記憶ないんですけど。記憶がないまだまだ分かりませんから。この後の対決、まあ、ここでね、このコーナーでチームワークも深まったと思いますんで、これをこの後のコーナーに生かしていただければなと思います。では続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、引き続きこちらにいる皆さんにそのまま残ってやってもらおうと思っております。では参りましょう。続いてのコーナー、こちらです。勝敗を決めるのは君だ。ワン、ツー、スイッチ対決。さあ皆さんご存知でしょうか。ワン、ツー、スイッチというね、任天堂スイッチのゲームがあるんですけれども、はい、まあ、知らないという方でもですね、気軽にプレイできる、まあ、ミニゲームが集まったね、ゲームになります。会場に来てくれた皆さんとクリエイターの、まあ、この1対1のバトルを行っていこうと思います。ルールはこちらです。さあ各チームから1名 VS 会場の仲間、ミニゲームをね、真剣に行っていただきたいと思います。1ゲームごとにミニゲームで対戦していただきまして、それぞれ勝ったチームに10ポイント、はい、仲間との対戦は計6戦と。これはあれですね、追いつける追いつけますよ。そう、全勝すれば、今そう、全勝して、全勝すれば今60点差ですから、はい、まずはそのリーダー対決、最後リーダー対決なんですけども、リーダー対決に行く前に全勝でつないで同点で決勝と、はい、というようになるわね。はい、挑みます。いいですね。はい、さあというようなルールで戦っていただきます。さあ先ほどね、途中経過出ましたけども、ここはまあまあもう努力次第でなんとか追いつけますので、頑張っていただきたいと思います。はいはいはい、それではですね、早速各チームへ参加したいという
皆さん募りますので、はい、各チーム3人ずつ集めていきます。それではこのワンツースイッチやりたい方、おー結局手挙げて、では渡美キポンさんチームから選んでいきましょうか、はい、じゃあお願いします。3人では、はい、渡美さん3人から。もう一瞬で決めました。キャップの男性、おお、はい、男性エンゼルス、はい、大谷。じゃあ、こちらの左の方に、ね、こちらそうですね。では移動の方ですね。ちょっと対角線上になるんですけども、これ前から行けますか、ね、どうだろう、行けないかな、ね、前の方開けてあげてください。行けますか、行けますか、行けます、一番ちょっとあちらの方で、ジャジャさんの方までね、はい、移動していただかなければいけないんですけども、すみません、よろしくお願いします、はい、すぐ決めてたんですね。そうですね、すぐ手上がってた。おっと、じゃあ次、さあこのまま行きましょうか。メガさん、メガさん、じゃあその面対連列のネガっていう、おっ、おー、いいですね、決まるを答えて、さあ2人決まりました。じゃああちらにお願いいたします、はい、そして辻さん、はい、アピールして、アピールして、さあ辻さんへのアピールお願いします。俺全然ギリで声出して、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 最後だよ、最後、これ最後だよ。あ、じゃあその青いすごいブルブルってしてる、ブルブルって、あ、その子、そう、あ、どうですか、今上げて、あ、どう、あ、あ、この子、おいおい、さあ、その子、嬉しそうですね、そう、さあ、それでは前の方に、では、はい、ご協力お願いいたします。通路でちょっとね、確保しづらいので、はい、前の方にお願いします。ジャジャさんの方にお願いいたします。ゆっくりで大丈夫だ。さあ、これでですね、はい、ニコンさんチームの仲間が3人出揃いました、はい、続いて、ポッキーさんチームで、はい、じゃあ、募ります。元気よく手挙げて、選ばれたい人、どうぞ。さあ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 、真ん中の白のパーカーの左の男性の方、男性の、誰誰誰、目立つ、はいはい、めちゃめちゃ目立つ、すごい、フードかぶってる男性の方ですね、はい、では前の方にお願いいたします。はい、協力お願いします。あなた、まだいるぞ、はい、おい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 、これじゃあ、じゃあ俺がやる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 、ジャジャさん、よっしゃー、おかしいやろって。何このカバン、何このカバン。さあ、改めまして誰かな。さあ、みんな元気出して、おー、いいね、頑張ろう。さあ、前のお願いします。はい、そしてラストです。ラスト、最後、おっ、ダメを見てるんだ、結構遠く見てる、ダメを見てるんだ、遠くを見てる。さあ、どこに狙いを定めるか、決めた。お、あの、後ろの方の、なんか、ほら、ポッキーくんの、あー、ポキバル、ポキバル、サンタの、サンタモのポキバル、サンタの、あ、さすが、やはり、あの、ボトムスにサンタクロースを選んだわけがある。なるほど、そこで繋がってくる、なるほど、近いものを感じたんで。さあ、でも前のはちょっとね、移動しづらいんですけど、対角線上に、あちらの方までお願いいたします。はい、ちょっとね、大丈夫かな、はい、移動ご協力お願いいたします。さあ、ということでですね、6人出揃いましたが、はい、まあ、最後の対決になりますんで、皆さんで盛大に応援をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ではですね、到着するまでの間にですね、ちょっとね、時間かかりますのでね、意気込み聞いていきましょうか、はい、では、ここからマイクラに、参戦していなかったお三方、うん、じゃあ、こちらの、じゃあタナチから行ってきましょうか、はい、そうですね、このままだとお前は初めに何を教わってるんだってなりますからね、そうですね、うん、ちゃんと見せ場作りたいと思います。そうですね、お願いします。頑張れ。さあ、そして対する大地くん、はい、そうですね、やっぱゲーム大好きなんで、はい、負けたくはないですよね。お、はい、このまま一勝でもすれば勝ちなんで。そうですね、はい、いや、わかんないですよ、まだ、まだ何があるかわかんないですけど、何があるかわかんない、いやいや、原作シリーはね、一生でも勝ちです。全力で頑張りたいと思います。はい、お願いします。頑張りましょう。さあ、そして、まあ、基本的にはもう、あの、全勝しなきゃダメですよ。みっこんさんチームのリーダー、みっこんさんにお話を伺います。いや、全勝しますよ。ええ、あ、もう、全勝しないっていう、あの、選択肢がないというか。なるほど。はい、やっぱ、圧っていうのありますから。圧、はい、をかけていこうと。はい、あの、それはもう、あの、参加してくれる仲間も同様に圧をかけていきます。圧をかけて、頑張っていただきたいと思います。かなりね、苦しい戦いだと思いますが、はい、ではですね、皆さん到着されましたか。では、ステージ中央の方にお願いいたします。さあ、皆さん、拍手でお迎えください。ありがとう。よし、頑張ろう。さあ、決まる、お決まる。さあさあさあ、かなり結構個性あふれるメンバーになりましたね。すごい。さあ、ではちょっとお話聞いていきましょうか。じゃあ、ミキポンさんチームから。はい、あ、じゃあお名前を。ゆうと、ゆうとです。は
どこから来ましたか？東京です。おー、東京ーチーム東京です。はい、チーム東京ですね。はい、じゃあお名前お願いします。アスカです。アスカちゃん、どこから来ましたか？岐阜です。え、岐阜？すごい頑張ったんだね。すごいテンション上がり方半端じゃない。はい、じゃあお名前お願いします。みゆです。みゆちゃん、どこから来ましたか？東京です。あ、チーム東京だ。じゃあ、まあ、東京、岐阜、東京で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。オセロで挟んだ東京ですよね。そうですね、チーム東京で。サンドイッチしていく感じなので、はいはい、じゃあチーム東京で頑張ってください。はい、さあ、それでは続いてポキさんチーム。ポキマル。名前は、お名前は？ヒロトです。ヒロトくん、お願いします。頑張ります。いいですか、どうですか、あの実際来てくれてる感想とか。いや、めちゃめちゃ嬉しいですね。あー、いいですね。もう本当にみんな来てください。全員来てください。お名前は？ひなです。ひなちゃん、かわいい。かわいいな。この僕のこれをつけてくれてる。かわいい、ありがとうございます。マイクラ、マイクラじゃない、ワンツースイッチ頑張ろうね。素晴らしい。かわいい。かわいいですね。かわいい。お名前は？ニーナです。ニーナさん、いいっすね、ポケマル。ちゃんといいっすね。そう、本当になんか狙ったかのようにチームポッキーっていう感じになりましたね。頑張ろう。すごい、それはね。はいはい、本当にまず頑張っていただきたいと思います。一緒する、一緒でもすれば基本的にはポッキーさんの勝利ということになりますので、はい、皆さん、仲間の皆さんのご活躍も期待しております。はい、では参りましょうか。最初の対決の準備をしていきましょう。はい、ではですね、最初戦うメンバーこちらの方々、どうぞ。お、おお、1回戦はメキポンチームからタラッチ。イエーイ、頑張って。頑張ります。頑張れ。そしてポキーチームから、お三方から誰かということになります。どうする、どうする、どうしましょうか。タラッチと戦いたい人。戦いたい人。おお、おお、男気。男気ということで準備を参りましょうか。ではですね、タッチと、はい、じゃこのポキマルフード、はい、お二人だけ残って、でそれで応援に皆さんは後ろの方にお願いいたします。はい、はいはい、さあさあさあ、ちょっとね、みきぽんさん、はい、まあ、追い詰められた状況です。圧もかけると言ってました。タナッチに何か一言お願いします。まあ、分かってるよねとしか言いようがないですけど。怖い怖い怖い。任せてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あ、取られちゃった。頑張ります。はい、いいよ。さあ、ではですね、ゲームの準備も進んでいるでしょうか。ちょっと緊張しますかね。緊張しますね。あの金沢流暢ですよ、これが。全部全部言うっていう。全部言ったよ。さあ、準備大丈夫ですか。行きましょうか。じゃあ、はい、コントローラーの方、お二人受け取ってください。お二人が対決するのはこのような形のムーブ、ゲームです。これは何ですか。さあ、見てください。これね、ちょっとね、うまくコントロールしていかなきゃいけないんですけども、上からこのジョイコンですね、ギュギュギュッとギュギュギュッと下に下ろしまして。なるほど。でですね、どれだけミルクを絞れるか、そんなゲームになります。ね、皆さん激しい動きでこのミルクをね、絞っていただきたいと思います。このような形で最後ね、コップの牛乳が出て結果が出ますので、ミルク参りましょう。すごいシンプルですね。すごいシンプルです。ミルクって参りますね。ではこの対決もラストも7戦になりますんで、ぜひ皆さんでカウントダウンで始めてまいりましょう。いきます。もう準備よろしいですか、お二人。はい、行きましょう。行きましょう。ではまいります。それではカウントダウンです。せーの、 3、2、1、GO。 さあ、LR をしていただけると助かります。あ、はい、さあ、スタートです。頑張れ頑張れ。さあ、よろしくお願いします。違ったね。では構えて構えて構えて、ジョイコンを握りながらお腹を押して、さあ、押してください。さあ、準備が整いました。どちらが多くミルクを絞り出せるのか、スタートです。いけ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 、剥がして絞れ。頑張れ頑張れ頑張れ。いいよ、いいよ、いい絞りだ、いい絞りだ、いい絞りだ、めちゃくちゃ絞る。大将うまいぞ、大将うまいぞ、大将うまいぞ、うまいぞ、うまいぞ、大将出る出る、ミルクが出る。さあ、膝つかる、膝、あ、ちょっと手が悪くなった。あ、出てる出てる、出ます出ます。タナッチ出てるよ、タナッチ出てる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 。さあ、ここから出ます。どちらが勝ったか、至極の接戦。マジかすごい、
16対13で仲間の勝利となりました。すげーすごい。皆さんメンバーに拍手をお願いします。拍手。高い。すごいですよ。みっこんさんすごいテンション上がってましたけど。えねえ、これすごいですよ。めちゃめちゃ踏んでる、めちゃめちゃ踏んでる。え、両方ともすごいですね。結構練習の段階では10本がマックスみたいなところもありましたんで、2人ともそれを超える16と13ということで素晴らしい。職業にしましょう。大丈夫です。職業にします。牧場やりますかね。そうですね、牧場物語とかね、好きですからね。そうですね、畑の次は牧場。あー、なるほど。グレートアップして人数も増えてね。ありがとうございます。では、お互い決定を称え合って握手をお願いします。はい、皆さん握手をお送りください。ありがとうございました。では、ジョイコンを一旦戻していただいて、さあ、いい戦いだったんですけども、ミキモンさん、はい、これちょっと負けが決まってしまったという。あ、そんなことないです。あ、そうなの、まだ、はい、圧というものがあるので。圧がある、はい、ということで最後の最後まで分かりません。分かりました。では、2戦目ですね。2戦目参りましょう。こちらの方々が登場します。さあ、ふがやさん、そして誰が行きましょう か, いきますか。じゃあ、バトンを誰かにタッチしてください。そうですね、そうですね。僕が指名したんでね。あ、そうですね。バトンをつなぐ格好になりました。頑張って頑張って。はい、さあ、こちらもさんと仲間のメンバー2回戦も同様にですね、はい、ミルクで対戦していただきます。ミルク、やばい。さあ、やり方このね、できればここの真ん中ら辺でね、この入っていただいて、そうですね、この辺りで対戦していただければと思います。では、準備はよろしいですか。大丈夫です。操作系とか大丈夫ですか。分かりそうですか。大丈夫ですか。ちょっと説明していただいて。じゃあ、押さないように注意しつつ、さあ、ジャジャさんから丁寧な実況動画というか解説動画を叩いていきましょう。ではカウントダウンで始めてまいります。はい、5のタイミングで R ボタンを押していただければと思います。ではまいりましょう。いきますよ。せーの、3、2、1、ゴー。さあ、ボタンを押してください。ゲームが始まってまいります。先ほどは16対13、頑張れ。レベルの高い戦いでした。さあ、頑張ってください。頑張れ。ジョイコンを握りながらボタンを押して、ジョイコンを立てて構えて、よーい、頑張れ、スタート。始まりました。頑張れ。いやー、でかいぞ、でかいぞ。下に、大きく、下に、下に見た動きで、大きな動きで。あれ、頑張れねえだろ。頑張れ。何やってんだよ、お前。上から、上から、やばい、上から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 、下へ、上から、下へ、出たぞ、出たぞ、巻き返しあるか、巻き返しあるか、いいぞ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 、めちゃくちゃ出るぞ、いいよ、いいよ、そこまで、あっ、さあ、勝ったのは、なんだ、右プレイヤーの勝ち、素晴らしい戦いでした、4対6本ということでですね。さあ、このようなね、このペースで見ていきましょう。グラフの方もね、ただ中盤からかなりこう追い上げていったように見えたんですけどね、すごいいい戦いでした。では、お互いの健闘を称え合って握手をお願いします。はい、皆さん、よかった、握手を送りください。ナイスゲーム。さあ、では続いてポキチーム2連勝という形になりましたが、3戦目参りましょうか。ポキチーム2連勝、はい、そうです ね。さあ、続いて参りましょう。3戦目戦うのはこちらの方々さあ、つっちさん、おそして会場仲間か、じゃあということで誰が出ましょう。さあ、どっちさんどっちが行く、どっちが行く、やってみる、やってみる、やる、行く。さあ、ポッキーさんの指示でお願いします。頑張って、はい、はい、お、じゃあポキマルをね、一旦ポッキーさんに持ってていただきましょうか。あ、そうだ、ね、あ、はい、お、ポッキーくん、お、すごい、お、サンタや、サンタ、あ、サンタがいるから、サンタがいるから、いいですね、ちょうど季節感でいいですね。わかりやすくなりました。さあ、ではコントローラーをですね、受け取っていただいてもよろしいですか、はい、お二人。さあ、3戦目になります。3戦目からゲームが変わります。こちらのゲームです。さあ、見ていただければわかりますけれども、もう簡単なゲームです。ボタン操作いりません。コントローラーをこのように回していただいて、お皿を落とさないようにする。あ、これ結構ね、ちょっとね、まあ、辻さんのさじ加減になります、邪魔は。あ、いいよ、そんな。皿回しということで、ディッシュスピン、皿回しで争っていただきます。はい。さあ、では、どうですか、自信のほど。
ちょっとジャラさんからそうです、ね、ポイントをちょっと皆さんに向けても回すとこうくるくるってなるんだけど回しすぎると飛んでっちゃうの。そうなんですよ。いい感じになったら一回止めるの。ちょっとこう真ん中で回ってるから、うまい具合にね、そこはぐらついたらまた回そう。そうですね、結構大きめに回しつつあれグラグラグラってなってきたらちょっと止めて、止めて安定させる、はい、オッケー。でまた止めてるとまたグラグラグラってなってくるんでまた回すみたいなね、はい、わかりました。結構大きめの動きでやっていただければと思います。これ勝ちにいきますよ僕で。それはもうもちろん。さあではですね、私のゴーの、私のみんなさんのゴーの合図で、あ、押しちゃった。あ、行きましょうか、ここまで。はい、回して。さあ、回してみて。回して。さあ、もうちょっと激しく、激しく、激しく、いいよ、いいよ。音は鳴ってる。言うかな、もうちょっと。あ、いいよ。そう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 。これ回してみて、サラマイルのイメージね。さあ、さあ、してください。そう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 。あ、グラスに、グラスに、回して、回して。ありがとうございます。まあ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 今の今練習にしましょうか。練習ですか。練習ですから。練習ですから。練習か。なんか感覚わかりました？いや、わかりました。そうそうそう。なんとなく。なんとなくね。やっぱそのあのね、やっぱカウントダウンで始めていかないと。はい、はい、そうそうそう。ではその、このリトライ、この4つのボタンの何かを押していただいていいですか？リトライという形で。さあ、ではね、もう一度ね、ちょっと。スタートしていこうと思います。回すのじゃ。はい。じゃあ土地さんがこの最後あと GO で押していただきます。あ、分かりました。はい。そう、回すんです。回すイメージ。回すイメージ。ただ回し。ただ回し。さあ、ではですね。じゃあ先に押していただいていいですか。では、カウントダウンで参りましょうか。いきます。せーの。3、2、1、GO! さあ、2戦目。頑張れー。頑張って。頑張って。頑張って。でもなんかこうスティック回すみたいなイメージですかね。なんかき混ぜるっていうよりは、あれが難しい。なんかぐるぐるっていうよりは多分こういう感じですかね。そうそうそう、実際に回してる感じ。縦に回してる。そうそうそう。皿見て。お皿があるイメージ。はい。そうそうそう。いやいやいや。あれでしょ。ああ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 。これね、このシュール、シュール、素晴らしい。勝ちました。皆さん拍手を送りください。さあ、では、どうでした、すちさん。いや、難しかった。難しいですよね、意外とね。全然なんか分かんなかったけど。素晴らしい戦いです。で、拍手をお願いいたします。さあ、素晴らしい戦いでした。ありがとうございました。難しいですね。ということで、ポッキーチーム、さすがポッキー軍団、3連勝ということになります。さあ続いて、では4戦目、同じゲームで争っていただきます、皿回しですね、皿回しで争うメンバー、4戦目、こちらです。さあ、来ました、基準は大地さん、そして、ではこちらから大地君と戦いたい人、どちらからいきます？あ、そんな、いや、いや、そんなに戦いたくなかった。じゃあ、いきますか。はい、はい、お願いします。じゃあ、いきますかって。いきましょう。頑張れ。いきましょう。やっつけろ。さあ、一瞬食えることができるでしょうか。はい、じゃあこちらをね、では改めてこちら持っていただいて皿回しで競っていただきます。なんか、あれですかね、落ちてますかね、大丈夫ですか。なんか落ちてますね。大丈夫ですか。感じです。大丈夫、関係ないですかね。あの、はい、これを見ると、じゃあ改めて皿回しの説明をお願いします。はい、まあ、ジャジャさんから、じゃあちょっと指導をね、ちょっとこうね、回しとくと、まあ、スティックみたいな、こんな感じ、まあ、なんかよく、そうそう、皆さんも一緒にね、回しながら応援していただければと思います。持ってる方はね、そんな感じでこうくるん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 って感じです。平和な、頑張る、曲が平和だ。そう、ぜひね、あの、応援お願いします。これね、あの、リハーサルの時に、まあ、大地くんやったんですけども、めちゃくちゃね、下手だったやばかったですね。やばかったですね。びっくりしました、自分で、ね、ということでですね、どちらが勝つのか分かりません。では、先に、じゃあもう3チームから押していただいていいですか。こちら上の方を上の方押していただいて、はい、さあ、あ、じゃあスタートの方で見ましょうか。じゃあまたカウントダウンで参りましょう、はい、いきます。せーの、3、2、1、GO。 さあ、どちらが勝つんでしょうか。これはね、頑張れ、本当に分かりません。頑張れ頑張れ。何せ大地くんは全然得意じゃありません、このゲーム。お、あ、回せるのか。そう、しっかりこうね、スティックをね、そう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 、棒持ってるイメージ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 。さあ、スタートしました。頑張れ、頑張ってください。できるだけ、いいよ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 、い
やばいやばい。いいよ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 いい絶対、あ、見えない、絶対押せダメですよ。じゃあ、絶対邪魔されない。いいよ、あ、いいよ、やばい、やばい、やばい、残り1分30秒です。え、上手。あ、やばい、やばい、やばい、まだ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 、せよ、せよ、せよ。え、うまくない、すげー。 OK、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 さあ、タッチ、うまくすぎる。まもなく50秒、まもなく50秒。めちゃくちゃすごいぞ、この2人。タッチ、え、すごい。タッチ、タッチ、タッチ、絶対邪魔しちゃダメだよ。絶対邪魔しちゃダメだって。絶対邪魔しちゃダメだ。絶対邪魔しちゃダメだ。おい、やめろ、タッチ、やめとけ。やばいな、おいおい、おい、すごい。え、うまっ。激戦でした。すごい、皆さん拍手お願いします。上手。すごい、めちゃくちゃうまかったね。練習あんなにいかかったですかね。ね、なんでできたんですかね。ね、なんでできたんですか。やっぱ皆さんの声援があったからですね。そうですね、皆さんの応援がね、わかるやろと、ジョイコン見ればわかるやろという感じでしたね。とても上手でしたね。素晴らしい戦いでした。皆さん大きな拍手をお送りください。では2人拍手をお願いします。素晴らしい戦いでした。まあ、ジャダさん、練習の、ね、段階でもあそこまで小さい皿に行ったことなかったですよね。そうそうそう、途中で初めて見ましたね。すごい映像でした。かったです。さあ、ここでようやくミキポンさんチームに勝利をもたらしましたね。ようやくね。素晴らしかったです。素晴らしい勝利の女神、ありがとうございます。ありがとうございます。では、続いて5戦目になります。5戦目を戦うメンバー、こちらです。さあ、姉子さん。はい。いいですね。マイペースな感じでやってくれそうですね。頑張ります。さあ、そしてポッキーさんチームからは、あ、お願いします。若い、若い。これ、ちょめかめんって可愛らしいですね。すごい。これ、全部ポッキーさん。では、中央の方に。じゃコントローラー受け取っていただいて。ポッキーさん、サポートリーダーとして。はい、ジャジャさんも何かあるか。こちらのゲームです。はじめ。お、なんて。渋い。なんて渋い。あ、攻守交代。さあ、まあいわゆる真剣白刃取りですね。皆さんご存知かと思いますが、ジョイコンを剣に見立てまして、片方がそれを止めると。止められない。勝負あり。難しいですね、うん、ということで真剣白刃取り、ここも一発叩かれた時点で C を消してしまうと。これ操作的にはどの、ね、もう掴むだけですかね。一回練習で一回練習してみましょうかね。しましょうか。そうですね、はい、どんな感じなのか。そうだね、いいですか。じゃあ、はいはい、そうですね、はい、練習で一度やってみましょう。ジョイコンを握り、手を打ち合わせて刀を受け止めます。大丈夫、手を打ち合わせて振ってきたら、俺ができない。え、手がくん、なぜだ、手がくん、ちょっとなぜだ。はいはいはい、構えてる、構えてる。さあ、先攻後攻です。先攻、あ、違う、これ、あ、逆です。それぞれ構えて。そうですね。メガさんがこう来た時に振ったら、はじめ。エンダーストだな。振ったら。ああ。ね、見てメガさんの動き見て。来るよ、こうやって。難しくなった僕。はい、振ったら振って振って。よ、振って。はい。はい。止めて。ああ。難しいですね。修行に励みなさい。惜しかった。メガさん、そんな小さい女の子、そんなにいいですか。立場最悪ですよ、ね。そんな、あの、剣でぶったたいて。いや、本当に、しかもこれゲームやばいっすよ。そうですよ、先攻後攻がね、できればね。確かに。後攻だったりですね、メガさんがね。そうですね、僕が守れればいいですね。そうですね、ちょっと一旦守るところ見てみたいので。入れ替わりましょうか。あ、そっかそっか。あ、そうですね。攻めの方にして、コントローラー逆にして。そうです、多分あの立ち位置も逆にして、立ち位置逆にする。多分これ、あれじゃないですか、そのランダムじゃないですか。ただランダム、真剣白刃取り。なるほど。だからちょっとまたちょっと準備していただいて、改めてちょっと難しいかもしれませんがね。なんか分かんなくなっちゃいます。いや、あれは多分、え、さあ、こちらが、あ、これが、はいはいはい。まあこれね、普通にやるの難しいんでね。そうですね、大人でも全然難しいですからね。難しいですからね、これタイミングゲーなんでね。じゃあポッキーさんがこうやるタイミングを言ってあげるとか。ポッキーさん後ろから、あ、確かに後ろで手を持って持ってあげて、この辺で大丈夫かね。大丈夫ですか、うん、大丈夫ですか。はい、これでちゃんと勝負できますね。そうですね。さあ、じゃあじゃあ行きましょうか。じゃあカウントダウンで参りましょう。
いきますよ、はい、せーの、スリー、ツー、ワン、ゴー。さあ、まず先攻か後攻かです。どっちだ。さあ先攻。おー、あー、なんとか耐えられるか、ボケさん。ボケさん、じゃあね、行きましょう。ボケさん、ほっ、あれ？あれ？今、まず構えて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 、構えて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 、手にいて、しっかり止まって、止まって、そう、止まる。いくよ。はい。え、あれ？はい。多分開始って言えばね。一回待たない。開始って言うんですかね。あ、そういうことか。タイミングが。じゃあこう、こうやってこう上に、上、そう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 。しっかり止まって。レディーが来るまで。上で、そうだね。上で止めて。あ、もっと。あ、ジョイコンが逆持ち方。俺？こっちとこっちが違うってこと。あ、そういうの。それそれ構え、交換しました。しっかりしてみるって。一回交換してみる。え、でも入れ替わった。え、あらら、君の名は的な急に急に全然前世それぞれ構え、めっちゃ軽い感じ。しっかり止まって。君の名は上に上げて、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 今からじゃない。さあ、はい、あ、これ多分逆だじゃん。あ、また逆？逆でしょ、これまた。また入れ替わってる。あれ？しっかりしてる。いけんぜ、取り方してる。あ、やっぱ逆だ。あれ？え？レガさん。レガさん、ちょっと。あれ？いや、ちょっと。また入れ替えますか？いけるんじゃん。多分入れ替わってなかったの。また入れ替わって。よかったね。合ってたね。タイミングがやばいって。さあ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 、改めて。また構えていただいて、頑張れ。非常に難しいゲームです、これは。ガッと上げていただいて、さあ構えて、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 お、はじめ、きた。あ、出て出て、タイミングずらすような、メガさんの勝利。容赦ない、容赦なかった。はいはい、すごい難しい、これ。でも、どうでした、やってみてどうだった。緊張したかな。緊張した。緊張した。緊張した。ポキさんと一緒にゲームできてどうだった。楽しかったです。あ、よかった。それはないようです。よかった、よかった。楽しんでくれて、ごめんなさい。ネガさんのことは気が入らないでね。ゆる。さあ、ということでですね、ここまでいよいよ、まあ、5戦が終わったという感じになりますね、はい、次がいよいよ6戦目ということになります、はい、さあ、リーダー前の対決はこれが最後になりますが、はい、その最後の対決戦うのこちらです。さあ、お子さん、あ、いや、ま、そして仲間、まだまださ、はい、どうしたんですか。着替え、どうしたんですか。いや、もう固まって、もうやる気まま、はい、やる気ままで準備してた。ごめんなさいね、もう1戦だけ待っていただいて。では、お子さん、お願いします、はい、さあ、皆さん応援の方よろしくお願いします。はい、お願いします。頑張れ。では、ジョイ君に見ていただいて、まあ、なんとなくね、先ほどでちょっと分かったかなという感じかもしれません。ちょっと真剣白羽取り、まあ難しいと思いますが、ちょっと一回練習します。どうします。します。行きましょうか。しようか。練習しましょうか。はい、ではちょっと練習をね、見守っていただきたいと思います。ジョイコンを握り、手を打ち合わせて刀を受け止めます。さあ、箱さん、箱さんじゃない、両方とも大丈夫ですね。さあ、できたところで、さあ、先攻後攻です。あ、お、左プレイヤー、では箱さんがディフェンスということになります、はい、さあ、思いっきり構えて、構えて、構えて、はじめ。おー、すごい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 。あ、でも変わる。さあ、選手攻守交代になります。今度は箱さんのはじめ。あ、フェイント。おお、すごい。止めた、止めた。いや、さあ、お互いに一つずつ止めて、次が2ターン目。はじめ。浅い、もっとしっかり振ってください。ああ、熱い、すごい。そんなに止める？それ構えて。さあ、2回の裏とでも言うんでしょうか、はい、2段目、箱さんの攻撃です。決めましょう。はじめ。おー、あー、なるほど、ね、ということで、これは、まあ、練習ちゃんとできるようになったら、はい、ということで、レベルの戦いね、はい、レベルの高い戦い見せてくれましたが、ちょっと本番楽しみになるね、感じですね、はい、では参りましょうか。このままリトライという形で
再び。上手ですね、二人とも。ね、すごい、そういう競技に見えた。確かに。ちょっと止められるんですね。真剣白羽取り。さあ、では参りましょう。これが本番ということで。では、箱さんはちょっとお待ちいただいて、箱さんお待ちいただいて、押していただいて。では、行きましょう。行きます。カウントダウンで始めて参ります。改めて盛り上げていきましょう。では、行きます。せーの。3、2、1、GO! ジョイコンを握り、手を打ち合わせて、刀を受け止めます。練習ではもう2人とも素晴らしい動きでした。うん、さあ、応援お願いします。頑張ってー頑張ってー絶好だいきなり決めちゃえそれぞれ構えて。決めちゃえいっちゃいっちゃえ始め浅い、もっとしっかり振ってください。うまいうまいあー危ないやばい危ないやっぱり止めてきますね。それぞれ構えて。はじめ！あさあ、ゲーム実況者の意地を見せました。アコさんの勝利です。ありがとうございます。よかったですね、でもね、はい、すごい、ナイスファイトでした。はい、いい戦いし、じゃあ、お二人、握手をお願いいたします。ありがとうございました。皆さん、拍手を送りください。いや、上手だ。上手でしたね。いい試合でしたね。いい戦いでした。はい、さあ、では改めまして、ここまでね、はい、6戦終わりました、はい、ではですね、ここまでの途中経過見ていきましょうかね、はいはい、どのような形か、あ、あらさあ、みこさん、はい、まあ、ちょっと宣言した通りの結果にならなかったですね、圧がなかったですね、これもうちょっと厳しい、ね、でもやっぱり優しい心が出ちゃって圧とかかけれなかったので、あ、そうでしたか。あの最後の勝負で、はいはい、うん、私はやってやろうと思います。おさあ、でももうこのままでも勝っても10点しか入らないですから、ね、はい、そうですね、うん、もう勝敗は決まってるということで、確かに。ちょっとここで、厚かましいお願いをしてもいいですか。厚かましい、何ですか。はい、私が勝ったら、2350兆ポイントいただけないでしょうか。どっから出てきたんですか、その数字は。厚かましすぎません、それは。いや、いいんですよ。YouTuber ですから。あ、なるほど、なるほど。どうでしょう、ホッキーさん。嫌です。ということで、終わりです。終わっちゃうやつだ。もう一回ちょっと数、ちょっと数修正したら、数、わかりました。ちょっといけるんじゃないですか。じゃあ、3兆で。三丁はい、いいでしょう。基準が分かりません。さあ、ということでですね、次勝った方が三丁ポイント入ると、はい、いうことなんですが、はい、皆さんいいですか、会場の皆さん大丈夫ですか。三丁でも、はい、いいという方、はたくってください。あれ、あんま良くない。ありがとう。いやいや、いいですか、皆さん。勝てばいいですから、まあ、確かに、ね、ね、勝てばね、そうですね。最後、リーダー対決で争っていただきます、はい、こちらですね、ポ、はい、ッキーさん、そしてミキポンさんということで、はい、あと この写真の人がね、山頂ポイントくれとは、ね、言ってるとは思わないですね。まさか。いや、厚かましく生きるのが女なんで。ああ、そうですか、はい、大変失礼しました、はい、ではですね、ジョイコンをお互いに、あ、受け取っていただいて、中央でですね、まあ、このエリアぐらいでね、はい、戦っていただければと思います。さあ、これはこちらのゲームで争っていただきます。はい、3、2、1、GO! かわいい。なるほどね。振り返って3、2、1、GO! さあ、モデルになりきってください。さあ、そしてみんなを見て、中央に帰ってきて、2人で一緒にさあ、アピールしていただく。オーズ、という形で、はい、皆さんへの最後アピールで進んでいくということで、どのくらい距離保ちますかね。そうですね、アピールはこの辺でしていただくとして、はい、結構もう離れた方がいいんじゃないですか。離れる、渡りきれなかったら、確かにこれくらいですか。これくらいですね。はい、そうですね、すれ違ってまたぶつかないようにしてくださいね。はい、ではちょっとボタンを押す前にカウントダウンでいきますんで、はい、カウントダウンで、ではみきもさんに、はい、いいですか、もう最終決戦になりますんで、はい、いきますね、はい、では最後の戦いになります。勝った方に、勝ったチームに山頂ポイントが入るということになりますので、皆さん応援、もう最後の戦いの応援よろしくお願いいたします。まーさあ、では行きましょう、カウントダウンです。せーの、3、2、1、GO! さあ、押し
していただけますか。はい、ごめんなさい。お願いします。今もうポーズ決めてます。いやいや、もう入ってますね。じゃあ、ポーズ頼んだ。ポーズお願いします。お願いします。さあ、まずはウォーキング。皆さんへのアピール意識しながら、見られる意識持ちながらやってください。さあ、ちょっと離れて、ボタンを押して、さあ、ボタン押してください。ボタンを押して、さあ、腰に手をやって、手を見て、優雅に行くわよ。さあ、どちらがいいか、真剣なものです。さあ、前へ振り返って、もう一回、はい、さあ、前へ振って、さあ、はい、さあ、振り返って、真ん中に行って、真ん中に行って、真ん中に行っていただいて、二人で一緒に、さあ、ポーズ。おーおーおーポーズ。おー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 。さあ、ポーズ。さあ、このために歓声が沸きました。結果はこちらです。さあ、リズム感、おお、え、綺麗な振り返りわけです。え、まさか、ホッキー君いいんじゃない、これさん、いいんじゃないですか。ちょっと、おい、出ない。ちょっと待って、え、どっち、あと実は、え、どっち、いやさあ、待って、ということで、マジ最後のリーダー対決はポッキーさんの勝利。超うまかったんだけど。いや、ビューティーの882ポイントはもうビューティー系チャンネルですから。ビューティー系、そうだったんですね。すごい。いや、でもポーズ S ですからね。本当だ、うん、ポージングはマックスでございます。ポージングがちょっと、さあ、ではですね、ここから中継に入ります。はい、では改めまして、この皆さん、前の方にお願いいたします。最終戦が終わりました。ありがとうございます。最後は素晴らしいポッキーさんのね、はい、ウォーキングであったりとか、ビューティーがありました。中の方にね、もうちょっとこっちに。さあ、では参加してくれた6人の仲間にお話聞いていきましょう。はい、うん、では、みちぽんさんチームからお願いします。どうでしたか。いや、まあ、ちょっと負けてしまったのがすごい悔しいですけど、まあ、あれ牛のせいなんで。牛のせい、だけでも、上手だった。そうですね、うん、ちょっと出がね、悪い牛だったのかな。そうですね、ね、そういう時もある。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、拍手を送りください。さあ、そして参加してどうでしたか。緊張したけど、勝てたので良かったです。すごい、ありがとうね。ありがとう、そうですね、すごい良かった。貴重な、ね、女神でした、ね、貴重な、本当に一生をね、もたらしてくれました。どうでしたか。緊張して足がすごい震えちゃってるんですけど、ちょっと負けたのが悔しかったです。大丈夫、ありがとうね。さあ、ありがとうございました。以上、ニッポン3チームのメンバーでした。さあ、続いて見事な戦いを見せてくれた、はい、ポッキーさんチームのメンバーにも聞いていきましょう。どうでしたか。めっちゃ楽しかったです。楽しかったね。楽しかった。初めてやったけど楽しかったです。あ、よかった。これ寝かさ、よかったですね。よかったですね、本当に。よかった、ごめんなさい、本当に、ごめんね。叩いちゃいましたけどね。ごめんね、本当に。どうでしたか。すごい、お皿回しすごい難しかったんですけど、楽しかったです。いやー、すごいね、本当に。でした、大変でしたけども、はい、さあ、ということで、改めまして参加してくれた仲間の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。皆さんもご相談となります。こちらのスタッフのようにお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ハイタッチして、ジャダさんとハイタッチして、最後はいやね、ね、大地くんともね、ハイタッチしていただいて、では中央の方にお願いいたします。ありがとうね。さあ、はい、ではですね、はい、まあ、今日一日戦ってきましたが、はい、続いて出るのが、うん、いよいよ最終結果ということになります。はい、では皆さんも気になる最終結果ですが、見ていきましょう。このようになりました。どうぞ。どっち勝てるかな。さあ、どっちか、どっちか、どっちか、分かんない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 、ああ、待って、僕が超になってる。ということで、3兆110ポイント対30ポイントでポッキーチームの勝利。いや、ね、あ、素晴らしい。まず勝利を収めましたリーダーポッキーさん、はい、いかがですか、この結果見て。いや、そうですね、びっくりしますね、本当にこんな点数で。でもすごいチームワークがすごい良かったかなって思います。いや、そうですね、みんなに楽しめてすごい良かったです。いや、もう素晴らしいチームでした。大きな拍手を送りください。あ、さあ、対するみきぽんさんチーム、最後ね、もうみきぽんさんのリーダーのね、一言で3兆ポイントかけた激戦でしたけども、いや、いけるかなって思ったんですけど、やっぱりポッキーさんのウォーキングが見事すぎてダメでした。、うん、もう
ちょっとこれはポッキーさんにビューティーチャンネルやってもらうしかないなと思って一応ね、これを記念して、はい、まあ、ビューティー系の動画をメイク動画を出してください。ウォーキングだけのやつで、はい、ビューラーの使い方とかね、確かにポッキーさんが教えるやっていただきたいと思います。まあ、チームとしてはいかがですか。チームとしてはすごいいいチームだったと思うんですけど、ちょっとこっちのチームが団結力がすごかったかなと思いました。ちょっとね、コミュニケーションをもっと取っていきたいなと反省しております。はい、今後もちょっとさらなるね、はい、コミュニケーション交流を、ね、深めていただければと思います。ではミキポンさんチームに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあさあ皆さん、楽しい時間あっという間に過ぎていくもので、残念ながら間もなくお別れの時間となってしまいました。皆さんいかがでしたか。楽しかった。よかったですね。さあということでですね、最後にですね、皆さん楽しんでくれたようなので、はい、思い出を作るためにですね、はい、ここで今から、はい、特別に写真を撮って良い時間とさせていただきます。ちょっと食べましたが、はい、さあではですね、皆さんカバンの中からスマートフォンであったりとか、はい、カメラなどご準備お願いいたします。この格好で準備だけですよ、まだ。あ、さあそしてですね、まだ準備皆さんはタオルを準備していただきました、はい、で一応移動して、そうですね、右の方から、はい、こちらの左側から目線をですね、こちらの方に向ける形から流れでこう真ん中、はい、そして左側と、いや、向かって右側ですね、皆さんから見て、はい、という形にこのように3段階で写真撮影していきます。今からまあ写真撮影 OK の時間になりますので、はい、ぜひ皆さんバシバシ写真を撮っていただければと思います。はい、ではですね、皆さんこちら側にまずはギュッと寄っていただけますでしょうか。さあ、大丈夫かな。はい、もう撮り始めてますね。さあ、撮ってますね。じゃあまずこの辺にみんな、皆さん目線をお願いします。じゃあ、ゆっくりこっちに移動しますか。そうですね、はい、さあ、こんな感じで連射がすごいぞ、なんかね、じゃあ連射がすごい広いね。連射がすごい、すごいすごいすごい。はい、さあ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 、この辺にじゃあちょっとずつ真ん中から真ん中に行って、はい、そうですね、じゃあ真ん中の方に行きます。じゃあ真ん中に移動します。はい、じゃあ真ん中にギューッとしてください。さあ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 、笑顔笑顔笑顔、ポッキー君、ポッキー君のピースサイン。はい、じゃあ左の方に行きます。じゃあ次行きましょうか。それやって滑ってたけど、じゃあ次参ります。次参りましょう、あちら側の方々、皆さん目線をですね、あちら側にお願いいたします。さあ、皆さんいかがですか、撮れましたでしょうか、どうですか。じゃあカウントダウン、じゃあカウントダウンいきましょう。はい、ではいきます。5秒前、4、3、2、1、それまでということで、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いいですね。撮った写真はですね、はい、SNS に上げても大丈夫ですので、はい、ハッシュタグユーフェスでぜひ皆さんのアカウントから、まあ、投稿していただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それではさあ、ではですね、最後になりますが、ハッシュタグ改めて、ハッシュタグ UFES は UFES、UFES でお願いいたします。ツイートしてね。さあ、ではですね、はい、さあまだね、皆さんちょっと写真撮りたいみたいな感じなんで、次は全員で撮りましょう。はい、ではカメラマンさんをよろしくお願いします。向こうに向いて皆さんで撮っていきましょう。あ、見てきた。さあさあさあ、さあではですね、恒例となったあの掛け声、せーの、アイラブユーフェイスという形で撮っていきましょう。じゃあ旗をどうしますか。そうですね、まずはですね、はい、そう、あの思い思いのそのまあ皆さんがボードとかね、旗ではなくボードをね持って撮っていただいて、次は旗を持って撮っていただければなと思います。はいはい、では最初参りましょう。まず1枚目です。いきますよ。私がせーのと言ったら、皆さんクリエイターの皆さん、アイラブ、そして皆さんでユーフェイスとお願いいたします。はい、では参りましょう。いきます、せーの、アイラブユーフェイス。はい、ありがとうございます。では続いて皆さん旗を振ってください。旗ありますでしょうか。ちょっと持ちづらいですよね。大丈夫かな。
さあ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 結構出てきましたね。さあ準備よろしいでしょうか。大丈夫かな皆さんも。大丈夫？大丈夫？大丈夫かな。さあ行きましょう。準備整ったようです。はい。では参ります。同様に行きますね。せーの、アイラブユーフェース。はい、ありがとうございます。さあ、クリエイターの皆さんありがとうございます。そしてご協力ありがとうございました。さあ、ではですね、本当にまあ最後になってしまいますが、皆さんから、会場の皆さんにちょっと感想をね、お願いいたします。さあ、まずそれはこちらから、先ほどからね、タナッチタナッチと声が出ていますが、タナッチからお願いします。タナッチでーす。それだけで沸かせるって。そうですね、もうみんなとゲームできて楽しかったです、うん、なんかもう、なんかもう一回やりたいですね。そうですね、すごい、なんかもう一回これやりたいなっていうくらい楽しかったんで、また皆さん一緒にこういう機会あったらやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。拍手をお送りください。さあ、そして根野さん。はい、ありがとうございました。初めてじゃないんですけど、まあすごい中でもすごい楽しかったイベントだったと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん拍手をお送りください。ありがとうございます。さあ、そして奇抜なね、靴なども用意してくれましたが、辻さん、まあ、勝負にはね、負けちゃったんですけどね、ええ、まあ、お客さんと、まあポッキーさんのチームとも、こっちのチームとも一緒に楽しくなるんで、すごい良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、みんなでね、こう団結できるのがね、ゲームの良さですよね。拍手をお送りください。さあ、そしてギコちゃんさん。まずは皆さん、ありがとうございました。で、ポッキーさん考えたセリフあったじゃないですか。最高じゃないですか。あ、そうですね。今日はこのイベントはポッキーさんに私が惚れただけのイベントでしたね。そうですね、本当に。ということで皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、リーダー飛ばしまして、続いて箱さん、はい、今ちょっと早いクリスマスのね、衣装。あ、そうですね、ちょうど 今の時期ちょうどいいかもしれない。だんだんこうサンタになっていくっていうね、確かに、かもしれませんが、ね、最後にじゃあ一言お願いします。いや、まあこんな格好をさせられましたけど、まあ、最初は本当どうなることかと思いましたけど、なんか終わってみれば本当に楽しい、いい思い出になったかなと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いて風海さん。こういうみんなと一緒にゲームやるってことが、まあ、なかなかないんで、すごい面白かった。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今日はね、本当にゲームだけじゃなくて、指輪でね、心を掴んだと思います。素晴らしかったです。皆さん拍手を改めてお送りください。よかったですね。さあ、そして親源さん。はい。僕、ユーフェスイベント出るのが初めてで、みんなと一緒にゲームができたのがすごいいい思い出になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん拍手をお送りください。さあ、そして大輝くん。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ楽しかったですね。あ、やっぱり団結力、素晴らしいですね。ご飯行きましょう。ご飯行きましょう。はい、これサンタにさせてるのはあなたですからね。はい、でもやっぱ勝利っていうクリスマスプレゼントが、うわー、うめー。ありがとうございました。どうぞ。こうですね、腕を上げましたね。言いましたね。さあ、そしてジャジャさん。ジャジャさん、あ、ありがとう。ジャジャさん、声援お願いします。ジャジャさん、ありがとう。すごいですよ、パワーが、すごいパワーが。最後ですからね。ライブ。パワーがすごい。単独。単独。単独。今日はもう本当、みんな僕を見に、こんなにたくさん来てくれて、ありがとう。ありがとう。最後の曲になります。歌うんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ではこの後ですね、ちょっとやりづらいかもしれませんが、みきもんさん、ジャラさんの後ですが。はい、今日は女一人ということで、女代表みたいな感じで来たんですけど、でも負けちゃったけど、すっごい楽しかったし、あと視聴者のね、皆さんと一緒にステージでゲームをできるっていう機会がほとんどなかったので、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして今日見事勝利を収めましたチームリーダー、ポッキーさん。はい、めちゃめちゃ楽しかったですね、本当に。もうこのメンバーできたのはすごい良かったと思うし、本当に皆さんも来てくれて本当にありがとうございました。すごいいい思い出になりました。またぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。
さあ、それでは皆さんから感想をいただいたところで、はい、それでは最後にもう一度だけあの掛け声でこの US ツアー2019ゲームス東京を締めくくっていこうと思います。はい、分かってますね皆さん、大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよね。はい、練習した方がいいですか。はい、します。練習しますか。はい、ジャジャさんの映る一声で、じゃあいきますね。改めて、はい、私がせーのと言ったら皆さんで I love you best という感じで一回練習してみましょうか。はい、いきますよ。いきます、せーの、 I love you best。 ありがとうございます。今もうね、十分元気ですけれども、ね、いけますね、最後もっと元気いいので、はい、締めていただければと思います。はい、では参りましょう。いきます、せーの、 I love you best。 さあ皆さん、ありがとうございました。次はゲーム最後の公演になります。名古屋でお待ちしております。今日は楽しかったよという方はですね、ぜひ次のゲームにも遊びに来てください。皆さん、今日はありがとうございました。それではここでクリエイターの皆さん、ご講談となります。皆さん、手を打ってお別れしましょう。さよなら。さあ、では行きましょう。笑顔、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 笑顔。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次は名古屋で。